最強トリオナンバーアンダーライン愛がエムステ2度目の出演で世界を震撼させた瞬間、ボン。最大の注目ポイントは抜群のファッションとメイク。時計が5月17日午後9時を示した時、多くの人々がテレビの前に釘付けけになった。それは日本を代表する音楽番組ミュージックステーションハッシュタグエムステの放送日。そしてその日の最大の話題は神秘的なユニット、 ナンバーアンダーライン愛の最新曲、ボンの初披露だった。スタジオは彼らの登場を待ちわびる歓声と拍手に包まれた。まるで神々のように現れた平野翔、ガン・ユータ、神宮寺・ユータの3人は、その瞬間、スタジオに華やかな光を灯した。平野翔の印象的なヤギの挨拶、騎士・ユータのふざけた仕草、神宮寺・ユータの優しさ溢れる笑顔、彼ら一人一人の個性が、 まるでパズルのピースのように完璧に組み合わさり、唯一無二の存在感を放っていた。ナンバ・ーアンダーライン・アイのファッションは、シンプルながらもスタイリッシュで洗練された印象を与えます。彼らは、トレンドに左右されない普遍的なアイテムをベースに、自分たちの個性を際立たせるアイテムを組み合わせることで、独自のスタイルを作り上げています。彼らのヘアスタイルも、彼らの個性を際立たせる重要な要素です。 平野翔は個性的なヘアスタイルを頻繁に披露しており彼のスタイリッシュな印象をさらに強めていますガン・ユータは明るい髪色や個性的なアレンジで彼の明るいキャラクターを表現しています神宮寺ユータは落ち着いたヘアスタイルで彼の穏やかな雰囲気を際立たせていますメイクアップに関しても彼らの個性が光ります平野翔はアイメイクやリップで個性を表現し 洗練された印象を与えています。ガン・ユータはナチュラルなメイクアップで彼の明るいキャラクターを際立たせています。ジングジ・ユータはナチュラルメイクアップで彼の穏やかな雰囲気と上品さを演出しています。それぞれのメンバーは個性的なスタイルを持ちながらも全体として調和の取れた美しいビジュアルを作り上げています。それは彼らがそれぞれが持つ個性を尊重し、 互いに補完し合うことで生まれていると言えるでしょう。彼らのスタイリングは、彼らの音楽やパフォーマンスをさらに際立たせ、ファンに強い印象を与えています。彼らの洗練されたシンプルさ、個性的なカラー使い、そして個性を際立たせるヘアスタイルやメイクアップは、彼らが他のユニットとは一線を画す、特別な存在であることを証明しています。ナンンバーアンダーアダラインアイの外観は、 彼らの音楽やパフォーマンスと同様に彼らを魅力的な存在たらしめている。彼らはファッションを通して自分たちの個性を表現しファンとの距離を縮めより深いコミュニケーションを図っていると言えるでしょう。ナンバーアンダーラインアイが披露したのは平野翔がプロデュースしたボン。この曲は聴く人の心をつかむキャッチーなサビとどこか懐かしさを感じさせる和テイストを融合させた まさに新時代のサウンドと言えるだろう。特にイントロから響き渡る異次元の音は視聴者を瞬時に彼らの世界へと引き込み耳に残るメロディーは中毒性すら感じさせる。平野翔は振付師との綿密な打ち合わせを重ねシンプルながらも印象的なサビの振付を作り上げた。その振付はまるで彼らの音楽が紡ぎ出すストーリーを体現しているようだった。ガンユータは その振り付けを完璧にマスターし、力強くも軽やかなステップで観客を魅了した。神宮寺優太は繊細で美しい動きで楽曲に深みと優雅さを加え、そのパフォーマンスはまさに芸術作品のようだった。ボンの初披露はまさに大成功と言えるだろう。そのパフォーマンスは視聴者をただ魅了するだけでなく、彼らの音楽とパフォーマンスを通して、 新しい時代が到来したことを強く印象づけた。しかし、ボンは、ただ観客を沸かせるだけの楽曲ではない。そこに込められた深いメッセージと、3人のメンバーが持っている強い意志を感じる。ボンの歌詞には、ファンとの関係を盆栽に例え、その成長を通して、彼らが歩む道と、ファンとの絆を描いている。それは、まるでファンとの出会いが、彼らの音楽の土台となり、 共に成長していく姿を表現しているかのよう。楽曲の後半では、より力強く未来への希望を歌い上げる。これは、単なる音楽ではなく、ファンとの強いつながり、そして未来への希望を表現していると言えるだろう。彼らの楽曲は、単なるエンターテイメントを超え、ファンとアーティストの心の共鳴を生み出す。それは、彼らの努力と、ファンとの絆が生み出した。 奇跡とも言える科学反応だ。平野翔は常に新しい挑戦を続け、ファンに驚きと感動を与えることを目指している。それは彼が音楽を通じて伝えたいメッセージであり、ファンとの絆を深めたいという強い意志の現れだ。ナンバーアンダーライン愛は、ただ音楽を披露するだけでなく、ファンとのコミュニケーションを大切にし、常に進化を続けることを目標としている。 彼らは SNS やイベントを通じてファンとの直接的な交流を大切にし、その声を作品に反映させている。ファンからのメッセージは彼らにとって貴重な宝物であり、作品作りにおいて大きな影響を与えている。彼らの音楽は伝統と革新を融合させ、世界中の人々に感動を与える力を持っている。それは言語の壁を越えて心を揺さぶる力だ。 例えば、彼らのパフォーマンス動画は、YouTube や SNS を通じて世界中に配信され、多くの海外ファンを獲得している。彼らは、海外の音楽フェスティバルやイベントへの参加も視野に入れ、さらに大きな舞台でその才能を発揮しようとしている。n o ーアンダーライン愛の未来は、まさに無限の可能性を秘めている。彼らは、音楽とパフォーマンスを通じて、 ファンに感動と興奮を届けることを使命としている。彼らは常にファンを驚かせ、感動させる新しい挑戦を続け、彼らの音楽を通して世界中の人々に希望と勇気を与えることを目指している。彼らの音楽は私たちにどんな未来を告げているのだろうか彼らはどんな新しい挑戦を私たちに見せてくれるのだろうかナンバーアンダーラインア i のボンは単なる一曲の音楽ではなく、 新しい時代の幕開けを告げる壮大な物語の始まりと言えるだろう。彼らの音楽は私たちを未知の世界へと誘い新しい感動を呼び覚ます。彼らの未来をそして音楽が紡ぎ出す新たな賞を共に見届けよう。さあ、あなたはどんな未来を期待しますか彼らの音楽は私たちの人生にどんな彩りを加えるのだろうか 彼らのパフォーマンスは私たちにどんな感動を与えてくれるのだろうかナンバーアンダーライン愛の音楽は私たち自身の心を深く揺さぶる。それは私たち自身の内側に眠っていた忘れかけていた感情を呼び覚ます。そして彼らの音楽を通して私たちは自分自身を見つめ直し新たな夢や希望を見出すことができるのかもしれない。彼らの音楽は まるで希望の光のように私たちを照らし導いてくれる。それは私たちが進むべき道しるべとなり困難に立ち向かう勇気を与えてくれる。ナンバーアンダーライン愛はただ音楽を奏でるだけではない。彼らは私たちの人生に寄り添い共に歩む仲間である。彼らの音楽は私たちの人生を豊かにしより美しく彩ってくれる。 彼らの未来をそして音楽が紡ぎ出す新たな賞を共に見届けようさああなたはどんな未来を期待しますか